いやーね、いろいろあるもんですよね。何をしつこくやるかってことがあります。私ね、保育所とか幼稚園の頃ってよくね、喧嘩の代行を頼まれたんですよ。というのが、なんかその誰かと誰か、 A 君と B 君がわーっと取っ組み合いの喧嘩するじゃないですか。で、どっちかが勝って、どっちかが泣いてうーってなりますよね。そしたら、うーあいつに泣かされたって私のところにね、まあ泣きついてくるんですよ。そしたら私が何とか言ってからね、でこうやっつけ返しに行くと。そしたらそいつもうーんって泣いて、復讐成功みたいな感じでね、よっしゃよっしゃですからね、仲直りするんだぞみたいな感じでガキ大将だったわけですけども、今度 A 君と B 君の立場が変わった時も、今度はね、以前泣かされた A 君が今度は泣かす側になったから、今度 B 君がおい来てくれっつってからね、そしたらお前この野郎っつってからね、結局俺はどっちの味方なんやみたいな感じだったんですけども、まあそういう風にね、誰かに頼まれたことをやってあげるっていう点では、まあ同じだったと思うんですよ。で、それからね、時が過ぎて中学高校になると、そういった喧嘩者ってのは私じゃどうしようもないものが結構出てくるもんでね、先輩すいません揉めちゃいましたとか言ったらね、おっしゃ任しとけや、なんかあったら俺のとこ持ってこいよみたいな感じでね、先輩風吹かすやつがいるわけですよ。で、ありがとうございます先輩、ありがとうございますみたいな感じでね、お世話になって頭が上がらないみたいな関係ができるわけですけども、言ってみればそこにお金が介在してもね、おかしくなかったんですよ。まあお金は介在しなかったんですけども、よくわかんないパーティー券は買わされましたね。1000円とか2000円で、で、パーティー券買うんですけども、どこで何時にやんのみたいなことは全く書いてないんですよ。パーティーチケットって書いてあるだけでね、何なんだみたいなね。要するにこれが上納金システムだったわけなんですよね。そのお金を払う関係が、まあ、用心棒とかみかじめ料っていうふうなものの、まあ、末端系だったのかなと、昭和の時代ではと思いますけども。で、まあ、コイルがビジネスの概念の一つでもあると思うんですよ。そして今はね、時代はそういうことをやれってわけではないですけども、やっぱさすがにね、なんかいろいろとお世話になっていたら、その人が売ってる商品ちょっとは買った方がいいんじゃないかなって気持ちにもなったり、まあ小野田さんのカメラスクールに言いますと、私カメラスクール買ったんですけども、カメラで一発当てたいっていうよりも、小野田さんに感謝の気持ちを示したいから、小野田さんが売ってる商品を買ってあげるっていう気持ちですかね。偉そうに言ったら、買うことによって小野田さんを支持してるよってところがあったんですよ。で、私はそれからね、小野田さんのカメラスクール2年間ぐらい全くやってなかったんですけども、ある時思いついて、小野田さんカメラ僕も買ったんですけど、まだやってないんですよみたいな感じで、いや、やってくださいよみたいな感じで話が盛り上がったと思うんですよ。で、私がカメラ転売スクールをやるときには、まあ自分がね、生徒としてやるときっていうのは、同時に講師としてもやり始めたんですよ、広島で。小野里はじめカメラ転売スクール広島校っていうのを作っていいですかって言ったら、いいっすよみたいな感じで、小野里さんも広島に来てもらって、講義もしてもらって、それで広島で私が小野里さんの転売スクールで学んだノウハウを自分で35万で売るみたいなことをしたんですけどね、こちらも結構売れました。というのが、私の場合は小野里さんのカメラスクールを丸々コピーするわけではなくて、やっぱりここでね、やっぱり思考の展開をしていくわけですよ。ちょっと開いてみると、どうやったら小野里さんとのカメラスクールの差別化ができるかなということと、もう一つ、カメラスクールに入ったんだけども、いまいち稼げない人っていうのはどこに原因があるのかなってことを組み合わせたんですよ。そうすると答えはあっという間に出ました。それはですね、仕入れが怖いんですよ。カメラ転売スクールを購入した後、35万とかで買った後ね、40万とかで買った後、今度カメラの仕入れをしないといけないんですよ。カメラの仕入れに5万とか10万さらにかかるんですよね。でも仕入れたところで売れるかどうかわからないし、じゃあいくらのものだったら仕入れていいのかっていうのはいまいちわかんないんですよ、経験がないから。だからなんですよ、私の久保哲郎カメラスクール広島校はですね、35万で入塾すると、最初にね、売るべきカメラが1個ついてるんですよ。で、そのカメラを売るところからスタートね、撮影してコピーライティング書いて出品してみたいなところからスタートで、売り上げが立って売れたら発送して、で、現金入金があると、その入金を持って次のカメラを買いましょうっていうところまでサポートしますよってやったら、これがね、よく売れたんですよね。多くの人が苦手とするのは、知りもしないカメラを仕入れる、お金を払って仕入れるって行為だったんですよね。で、これからブレイクしましてね、最初にカメラ1個おまけ付き、しかも私が自信を持って、もし売れなかったら、半年以内に売れなかったら、3ヶ月以内に売れなかったら、私がいくらいくらで買い取りますっていう保証付きなんですよ、ね。そうするとカメラ売れるじゃないですか、ね。これを私のカメラ転売スクールにしました。で、あとはしつこくしつこくセールスをかけたんですよね。転売するならカメラしちゃおうみたいなね。いや、本の転売もあるけど、何冊売らないといけないんだみたいな話なんですよね。私も中古本の転売を最初やったんですけども、確かに売れるんですよ。で、リスクも少ないんですよ。その代わり利益の幅もちっちゃいんですよね。 CD も同じです。リスクは少ないんですよ。数百円とか数千円で買えますんでね。でも利益がちっちゃいんですよ。
こんなんいちいち仕入れに行ってね、100個単位200個単位で仕入れるんだったらいいですけども、1枚2枚しか仕入れないところで利ざやがどんだけあって話じゃないですか。だからやっぱりカメラに絞られてくるし、カメラっていうものになると今度仕入れ値が上がってきますんで、じゃあ仕入れを最初はこっちでやりますよと。カメラ転売スクール広島校を買ってくれたらカメラ一つプレゼントですよみたいなね、うん、で仕入れ価格3万円ぐらいのものじゃないですか。でそれを最初からあるわけで、じゃあこのカメラを売るところからスタートしましょうみたいなのがね、私のカメラ転売スクール小野里学校広島分校のねスタートでございました。まあ以来そこまでやっても結構めんどくさいんで転売は、まあその一台きりで私は終わってですね、もうシーズン2を募集することはなかったわけなんですよね。まあそう考えたらアフィリエイトってすごくいいなと思います。アフィリエイトがいいなと思ってる時に YouTube のアドセンスとか出てくるわけでしょ。もう YouTube1 個でいいですよ、もう広告収入稼いだりとかね。でさっきねちょっと例え話作ったんですけども、あ、電話だ。じゃあ以上です。ありがとうございます。